オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。今日のテーマはトランプ大統領 TikTok を禁止発表、マイクロソフトが買収でございます。はい、8月3日つい最近ですね、トランプ大統領 TikTok、知らない人はまた説明いたしますが、マイクロソフトあるいは別の米企業に米国事業を売却しないなら9月15日をもって閉鎖させると、発表いたしました。なかなか特定の企業のサービスをですね、大統領が名指しで停止させるというのはまあそんなにないことですよね。しかも TikTok、 今日本でも若い子たちを中心に結構流行ってるツールですよね。 SNS です。なので、激震が走っています。TikTok って何でしょうかということなんですけれども、 TikTok という SNS を運営するバイトダンス社なんですが、本社は北京と、中国企業ですね。中国企業なので、アメリカはまあ、困っているというか、まあ、この後説明いたしますけど、情報を漏らしている可能性があるということでこのようなことになりました。 TikTok のアクティブユーザーはなんと今15億人になっています。Facebook が24億人、 YouTube は19億人、 Twitter 3億人、 Insta 10億人ぐらいなので、TikTok のユーザー数相当なもんになっています。そして2019年度売上 1.8 兆円、純利益3000億円を叩き出しています。時価総額は非上場ですが10兆円を超えると言われています。例えば今、インスタグラムの売上、広告収入は 2.1 兆円である。YouTube は 1.6 兆円であると言われます。これワールドワイドですね。YouTube よりもインスタよりももはや売上が高いということなんです。これちょっとびっくりするかもしれないんですけど、YouTube よりもインスタの方が広告収入高いんですね。まあこれ YouTube を皆さん見ていただいてるんですけれども、やっぱり SNS の業界もですね、まあ本当に日進月歩、すごく移り変わりが早いんですね。ということで、いわゆるGAFAを脅かす存在になってしまった TikTok ということで、アメリカとしては潰さねばとなったわけですね。TikTok のバイトダンス社の CEO 張氏、同じく8月3日に社員に向けて手紙を出しました。これ全文ですね、検索してもらったらネットで調べることもできます。このような内容ですね。現状 TikTok の米国事業は、対米外国投資委員会、に強制売却されるか米政府に事業を禁止される可能性がありますということで、バイトダンス社の社長も、この状況を認めています。この方ですね、まあ普通そうに見える調子ではあるんですが、中国共産党のスパイである可能性はまあ否めないんですね。まあそういう国ですからね。米国が TikTok を禁止する理由はユーザーの情報を中国に漏洩させているからということです。まあ一応普通そうには見えるんですけどね。そんな本社が北京のバイトダンス社に3240億円も出資しているお父さんがこの方ですね。ソフトバンクの孫正義氏。今すべてアリババ頼みになっている孫正義氏ですが、皆さんもご存知の通り依然として中国依存、国際社会がから孤立、国際社会から孤立していく中国、その中国と親柔しているソフトバンク、こんな状況ですね。また中国のスパイの話をしていますけれども、別に中国だけが情報を傍受しているわけじゃありません。もちろん米国もやっちゃってますと。このスノーデン氏ですね、知ってる方ももう多いと思うんですけれども、元 CIA 職員のスノーデン氏が暴露しました。CIA の暴挙を内部告発し、今ロシアに亡命中です。マイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェイスブック、YouTube、スカイプ、アップルなどが
アメリカ政府の通信傍受に協力し、バックドアなどがあり、特殊なチームがあって、情報をいつでも抜ける状態にある。と、CIA、にいたスノーデン氏は言っていると。まあおそらくこれは事実かなと思います。私、黒川はこれは事実だと、思って生きております。なので、まあ別にこれ中国だけがですね、スパイやってるということではないんですね。しかし中国のスパイ行為はまあものすごいひどいですね。中国の大企業役員は全員スパイと、過言じゃないと思います。まあ、最近で一番わかりやすかったのはですね、かの有名な企業、ファーウェイですね。ファーウェイ特集もまた近々やりますけれども、ファーウェイも今大変なことになっています。ファーウェイの CFO、財務責任者のモー・バンシューさんは、逮捕されましたね。カナダで。2018年12月にカナダで逮捕されました。アメリカからの要請でカナダ当局によって逮捕され、後に保釈されていますが、今もカナダで GPS をつけられ、審理中です。審理の内容は、アメリカに身柄を渡せという審理なんですけれども、身柄が渡ったらですね、アメリカほら、懲役300年とかありますよね。まあ、そういうのを食らうような状況に今なっていると。このモー・バンシューさんは国際機関を欺くための陰謀容疑だということで逮捕されていますけれども、逮捕された時にパスポートを7枚も所有していましたと。肩身ではないですよね。日本の企業の大企業の経営者がパスポート7枚はやっぱ持ってないですよね。まあ、だから、プロだと、スパイだということですね。どう見てもスパイと。この人ですね。この人だけではありません。まあ、おそらく中国の今大企業の役員は全員スパイだろうというふうに認識されております。アリババも同じでしょうと。今辞めちゃいましたけれども、アリババの CEO、すいません。名前をど忘れしてしまいました。彼もですね、まあ、この大企業の役員全員スパイというところに入ってくるんじゃないでしょうかね。はい。あ、ジャック・マー氏ですね。はい。アメリカ国防省は2019年の、去年の段階で安全保障上の脅威があるとして、米軍の TikTok の使用禁止をすでにしていました。そしてこの TikTok の問題は、まあ何年も前から問題になっていまして、英国のガーディアン紙が報道したのは、TikTok の内部文書で台湾独立や中国共産党に不利な内容について検閲し表示を制限禁止しているということを暴露しました。おそらく事実かと思われています。まあ去年からもうこういう話はあったんですが、まあその話が激化してですね、ついにもうアメリカで禁止だという話にまあ、なりそうだということですね。そして、アメリカだけではなくですね、最近大きかったのが、インド、TikTok を禁止ということです。インド、人口多いですね。そのインドで TikTok は禁止の方向です。まあ、もう近々禁止されるんじゃないですかね。インドと中国は今、国境紛争で今年死者まで出ちゃってるんです。そのインドでは、チャイナボイコット運動、こうですね、チャイナボイコットってやる運動が、もうものすごい激化していまして、インド政府は6月29日に、TikTok 及び、Baidu、Weibo、Bixin などの、中国系の重要なツール、IT ツールを軒並み禁止すると発表しました。もう順次実行に移されていくと思います。さすがにでも戦争とまではいかないものの軍事衝突で死者まで出ている、中国とインドの情勢もこれなかなか穏やかではないですよね。そして日本の自治体も、TikTok 禁止をし始めました。まず自民党がですね、今ルール形成戦略議連という自民党の議連の中でですね、TikTok を含む中国アプリの利用制限に関して提言をまとめる方針を示しました。これらのあたりからですね、自治体、地方自治体ですね、バイトダンス社と業務提携をしていた埼玉県神戸市が TikTok の利用を最近停止しました。しかし、その他にもまだ広島県、大阪府、神奈川県、横浜市、福岡市が
利用を続けていますが、こちらに対しては批判の声が強くなっています。日本でも TikTok をやめる流れがはっきりしてきています。まあ残念ながら日本はアメリカの属国でございますから、アメリカの圧力がもうあったものでしょう。はい。で、今マイクロソフトが TikTok を、購入する、買収するという話で、協議がされています。がしかし、まあ詳細は協議中のためわからないんですけれども、米国事業だけをですね、マイクロソフトに売ったとして、中国の TikTok と米国の TikTok の経営を分けるのでしょうか。まあ、不可能ではこれ、IT 上も、それは頑張れば不可能ではないと思うんですけれども、お互いが足を引っ張り合う中で、いや、それ実質的に不可能でしょう。ね。不可能と思いますよ。同じ水槽に入れたらそれ大変なことになりますよね。ということはですね、結局 TikTok は死にたいですよね。でもそんな TikTok を買ったマイクロソフトはどうなるんでしょうかということでですね、これ、まあどうなるんですかね。まあもしかしたらこのマイクロソフトが買うということも結局成立せずにですね、アメリカがバーンって TikTok を切って終わりになる可能性もあるかと思います。ここまで来たらトランプ政権も引けないんじゃないでしょうか。大統領選もありますしね。なかなかの激しい調整です。これ数日前にも言いましたが、FRB 崩壊と並ぶ大きな転換点が、経済の転換点が中国からのデカップリングという流れがあります。今回の TikTok 問題もこの中国からのデカップリング問題です。国際金融資本家は中国をぶっ潰すと決めたのだと、僕は認識しています。多分3年ぐらい前ですね。それ以降明らかに世の中が変わってきています。まずトランプ政権が中国攻撃を開始しましたよね。これ2年ぐらい前ですね。そして習近平のもう親友ぐらいの友人である民主党のバイデンすらですね、アメリカの中国叩きを始めました。バイデン氏はですね、ウォール街の犬として名高い方ですから、まあウォール街から言われたんでしょう。中国叩きを始めると。そして日本の安倍政権、安倍首相もですね、この度香港国家安全法案の批判的な声明、G7 の批判的な声明、すいません、また間違えてます。これ声明文の声明ですね、に参加しましたと。今年の春までですね、うちの首相は習近平様を国賓としてお呼びするのだって言ってたんですけれども、ついにいきなりですね、180度転換しまして、習近平はけしからんっていうようになりました。さすが、アメリカ従属の素晴らしいポチの、安倍政権でございますから、アメリカからはっきり言われたんでしょうね。こうやって、どん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 ですね、親中だった人たちも今寝返って、中国からものすごい勢いで離れてきている。さすが、国際金融資本の力というのはものすごいなと思います。中国から離れないと大変なことになります。日本にも中国ビジネス依存の人たちが多いです。かのトヨタですらやはり中国でたくさんの車を売っていて、そうそう簡単ではないでしょう。いやいや、中国はまだ強くなって、なんなら中国が覇権を握るんだと言っている人もいますが、それはすいません、僕は絶対にないと思っています。国際金融資本の力がですね、そもそも中国を発展させたのは国際金融資本家ウォール街ですよね。中国を発展したのはウォール街が大量のドルを投入したからですね。で、今そのドルの後ろ盾がない中国経済になっていっているんですから、これはどのようにもですね、やっぱり国際社会という中で孤立している中国がさらにドルの後ろ盾もなくなっていくんですから、もちろん、まあ今軍事国家として中国はなんとか生き残ろうというふうにしているんですが、それはそうそう簡単ではありません。最近はもう資本主義にどっぷり使ってですね、経済を回してきた中国がですね、国際金融資本と本当にやり合って、その後国際金融資本を勝って、中国が世界の覇権を握るということはですね、まあ、理屈から考えて不可能だと思います。なので、中国から離れていかないと大変なことになるよと、僕は思っています。
目先の金に目がくらみ中国を増長させてきた、政治家経済人の責任は重いですよね。二階幹事長、総理を狙っている親中派の石破さん、ソフトバンク、ユニクロ、そしてうちの総理も最近急転換しましたけれども、習近平氏を国賓として呼ぼうとしていた男ですよね。責任は重いです。今回のようにですね、激化していく米中衝突の行方は、僕は本当に軍事衝突に発展する恐れがあるよと、もうそのような一歩手前に来ていると思います。特に2025年頃から FRB が崩壊したら、ドルが崩壊するという話は、過去動画で散々やっていますけれども、経済でコントロールできなくなるとですね、国際金融資本というのは基本的に軍事部門を持っていますので、いわゆる金融と戦争をやってきた人たちですから、戦争を起こしてうやむやにしたいと考えるかもしれませんというか、そういうふうに考えている人たちは、国際金融資本の一部勢力にはいるでしょう。そういうことがですね、この米中の衝突に乗じて、混乱を使って戦争を起こそうと考えても、これはおかしくない情勢まで来ているんです。そしてすでに今日本周辺ではですね、尖閣の周辺で、中国船がもう常に毎日来ている。そこにアメリカ軍も、それに対して言及をし始めている。当の日本だけがなんかぼやーっとしている。みたいなですね、そんな異常な状況になっています。いつ突発的な軍事衝突が起こっても日本周辺でもおかしくないと、そのような情勢になっています。そういう情勢の中での、TikTok の、禁止という問題なんですね。これ全部つながっております。どちらかというと中国の批判をしてきた解説でございますけれども、中国は叩くけれども、その反面米国は批判しないというですね、日本にビジネス保守という人たちがいます。これも僕はたびたび批判してきています。特に今回、スパイの話ですよね。日本のスパイというとですね、東京地検特捜部、悪い人を取り締まるはずの東京地検特捜部はですね、GHQ 主導で設立されています。陰徳滞蔵物資事件特捜部というところが今東京地検特捜部になっていますので、ゆえに今の東京地検特捜部はアメリカ CIA の下部組織であるというふうに僕は認識しております。ゆえに日本はスパイ天国なんですね。中国のスパイも入ってくるし、アメリカのスパイはもう宗主国アメリカですから、いくらでも日本にやりたい放題ですよね。一説によるとですね、多分本当だと思うんですけど、一説によると日本の住民票とか全部アメリカは普通に見れるらしいです。でも多分そうでしょうね。いや、そのぐらいひどい状態なんですね、日本。中国のスパイもこれひどいですけど、アメリカのスパイはですね、スパイというかもういくらでも見れる状況にあります。そしてこの東京地検特捜部というとですね、特に対米自立を謳った、自民党の人たちをぶっ潰してきたというようなことをやってきましたよね。自民党のどちらかというと形成会系、これは対米自立をたびたび訴えてきましたけれども、その人たちは、ロッキード事件とかリクルート事件とか、橋本龍太郎氏もこれ下手したらなんか不審死をしたんじゃないかとかいろいろありましたよね。これ全部東京地検特捜部によって、ぶっ潰されています。かたや、対米従属型の清和会、岸信介とか小泉純一郎とか今の総理の安倍晋三さんとか、こういう人たちは対米従属ですから、東京地検特捜部に守ってもらってですね、悪いことをしても捕まらないと、日本国民を売りに売りまくって、私腹を肥やしても捕まらないと、これがですね、日本の保守の中にあるですね、対米従属って言っといたら安泰という流れなんですね。こういうことによってですね、中国はぶったたいてもですね、今アメリカは中国潰したいですから、いいわけですけれども、中国はぶったたくけどアメリカをぶったたいたりするとですね、もう保守系でも飯が食えないということでですね、残念ながら日本におけるビジネス保守という立場の人たちはもう一切アメリカの批判は未だにしないということなんです。もちろん、私たちオリーブの木は対米自立を訴えておりますけれども、別に反米ではないんですね。
今のようにですね、やっぱりアメリカのしかも一部勢力にやりたい放題にやられているということですね。利権者ですね、まあ、一部ディープステートとかって言ったりする人もいますね。そういう人たちにやりたい放題やられていては、日米の関係も決して良好な形にはならないと。だから自立だということなんです。自立した上で、親愛なる同盟国、米国とですね、まあ対等というまでは残念ながらうちの国力から言うと、それはまあ確かにちょっと残念ながら今下です。まあ規模で下でございますけれども、だからと言ってですね、何から何までこびて、いうことを聞いていては、結局のところ、日米の関係はうまくいきませんので、それはしっかりと自立をして、日本のいいところも活かしながら、米国とうまくもやりながら、国際社会の中で、ちゃんと自立してですね、こび米にならず、そしてこび中なんかには最もならずですね、やっていくべきだと、そういう主張が、オリーブの木の対米自立という主張でございます。はい、最後に恒例の、最近オリーブの木オンラインサロンの活動の、ご報告でございます。私黒川ですね、この9日からお盆返上で、ほぼ座間におります。まあ、ほぼでございますので、ちょっともしかしたら1日2日抜けるかもしれません。すいません。なので、遠出しないので、黒川の心意気を買うよという方、座間でお待ちしております。神奈川県座間市議会選挙にチャレンジを予定しております、オリーブの木須崎智康、彼ももちろん本人ですから、お盆返上で普通に頑張って政治活動しております。私もできれば、そんな若い須崎をですね、なんとか、まあ、将来的に議員になってもらいたいなと思いますので、お盆は返上して座間に行こうと思います。もしお時間ある方、何でもいいのでボランティアに行くよと事前に、こちらのメールアドレスに、お名前、生年月日、住所、連絡先で、お気軽にご連絡いただいたらですね、私黒川もおりますので、みんなでこんな感じで楽しく交流しながらですね、ちょっとでも政治を動かしていけたらと思います。オンラインサロンを今、開いております。今は無料でやっております。 Facebook の非公開グループを使っておりまして、このあたりの情報はですね、もっと密に、リアルタイムに発信しております。ぜひオンラインサロン、登録してみてください。コメント欄、概要欄の一番上に URL を貼っていますので、そちらをクリックしたら、登録はすぐできるかと思います。Facebook 使ったことがない方も、簡単にできますのでやってみてください。よろしくお願いいたします。最後にオリーブの木の経済政策でございます。金融制度、中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと訴えております。具体的にはここで書いているような内容でございますが、過去動画にもベーシックインカムとか金融資産課税とか、いろいろな動画が上がっております。興味を持っていただいたキーワードで過去動画検索してもらって、よかったらご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。オリーブの木朝霞市議会議員の富山牧議員の富山木チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。